レゼットマミちゃんです。僕今日ねユニバに来てるんですけども、このユニバですね、3月の4日から春のイベントがね始まったんですよね。で、今年始まった春のイベントはですね、まずはユニバーサルクールジャパン2022とインスターイベントがね始まったんですよね。で、ユニバーですね、その春のイベントが始まった影響でまたね混雑もね変わってきてるんですよね。で、おそらくですね、まあ、これからユニバーに行く方の中にはどんな風にユニバーを回ったらいいか分からない方ねいらっしゃると思うんですよね。で、まあ、僕自身ですね、まあ、ユニバーにね大体年にね200回ぐらいね行ってるね男なんですよね。だからまあ自称ね、まあ、ユニバーのプロなんですよね。これ自分で言ったらあかんやつだな。恥ずかしくなってきたわ。だから今回ですね、春のユニバを効率的に回る方法をお伝えします。家をやっていきます。だからまあ春のユニバの攻略法動画ですねをやっていこうかなと思ってます。で、まあ結構ね、まあ、調べてきて結構勉強してきたんで、まあ、参考になるかなと思いますね。で、今回ですね、まあ、カテゴリーごとにね紹介していきました。だからまあアトラクションバージョン、そしてレストランバージョンとか、まあ、そんな風にね紹介していくと思うんで、でね、またね最後までね見てください。で、ちなみにですね、このお店ですね、今後ですねユニバのねお得な情報とかユニバの攻略動画をねお届けするんで、ぜひねチャンネル登録お願いします。で、このおまみ TV ね、今年までに本気でね、登録数ね、10万人ね、目するんでね、ぜひね、拡散登録ね、お願いします。じゃあ早速ね、やっていきます。今日はマッキーモンスターだよ。まず1個目はですね、入場に関するね、攻略方法ですね。で、やっぱりスタートダッシュってすごい大事なんですよ。だからこれを押さえておいたらある程度ね効率的にねユニバーを回ることができると思うんですよね。で、まずユニバーにはですね営業時間があるんですよね。まあ例えば7時から9時の営業時間だったり8時から20時の営業時間もあるんですけども、基本的にユニバーってこの公式オープン時間より早くねユニバーがオープンすることが多いんですよね。だから例えば9時オープンやったとしても9時に来たとしても、まあ、結構ね、まあ、出遅れてるパターンがあるんですよ。だからもうパーク開いてるやんとか、もうアトラクション動いてるやん、なんでっていうのはもう基本的には公式オープン時間より早くねユニバーね開くんですよ。まあ、これがまあベースなんですよね。で、特にですね最近はですね、まあ、春のイベントが始まって以降はですね、このオープン時間が早くなったような気がするんですよね。で、公式オープン時間で早くね開くことをですね、まあ、僕はですね一般オープンって言ってるんですけども、この一般オープンの時間ですね、平日と土日祝によってねちょっと違うんですよね。で、まあこれ大体の目安なんですけども、平日はですね、まあ、大体公式オープン時間の1時間前に来たらね、まあ、スムーズに入れると思って、まあ、土日祝はですね大体公式オープン時間の2時間から2時間半前に来たらね、まあ、スムーズに入れると思いますね。うん。そしてこのユニバーですね、一応ねチケットが売ってるチケットブースがあるんですけども、このチケットブースもですね、まあ、日によってねオープンする時間が異なってるんですよ。で、これもですね、まあ、大体の目安なんですけども、まあ、それぞれの日の一般オープン時間の30分から1時間前ぐらいにね開いてるイメージなんですね。だからここのチケットもですね、まあ、スムーズに買いたい方はですね、まあ、そのぐらいはですね目安に考えた方がいいかなと思いますね。でもこれはですね、まあ、確実とは言えないんで、まあ、またねまた参考程度にねまた見てください。今からですね、まあ、ユニバーの中に入るんですけども、一応ですね、このユニバーに入るためにですね、一応ね、手荷物検査があるんですよね。で、一応ですね、まあ、手荷物検査で、まあ、ダメとされているものがあって、主に、まあ、危険物とか武器上の製作物とか、大きなカートとか、あとは自撮り棒とか、あとはアルコール類、そして食べ物、そして缶や瓶に入ったドリンクはですね、一応ね、持ち込むことはできないんですよね。で、飲み物に関しても、まあ、500ミリ以下の飲み物はですね、一応ね、持って入ることはできるんですけども、それ以上ですね、基本的にね、持って入ることはできないんですよ。だからまあ、この持ち物を持ってきたら、まあ、ロッカーに預けるか、ここで捨てるかしかないんですよね。だから、これに関しては特にね、注意した方がいいかなと思いますね。そして今からですね、手荷物検査ね、してきます。で、このね、手荷物検査でもね、スムーズに入れる方法があるんですよね。はい、じゃあね、ユニバにね、入りました。で、このユニバの手荷物検査なんですけども、すべて手動でやってるんですよね。だから、そのユニバのクルーさんが、一人一人、自分の手で調べてやってるんですよね。
だからユニバの手荷物検査の時はですね、荷物を少なくした方がねスムーズにね入れるんですよ。これほんまに大事ですよ。多かったらその分ね調べるのに時間かかっちゃうんですよね。だからユニバのその入場のね攻略なんですけども、まずは公式オープン時間より早く来ること、そして手荷物はですね少なくすること、この2つを押さえたらわりかしねスムーズにねユニバにね入れるかなと思いますね。そして次はですね、アトラクションに関するね攻略方法をねお伝えします。でこのユニバはですね、まあ、期間限定の新アトラクションとして進撃の巨人エクサルライトと、あとはセーラームーンとハンターハンターのアトラクションと、そしてコナンザエスケープと、あとはモンスターハンターのアトラクションがねあるんですよね。でこれはですねちょっと一個ずつねちょっと紹介していきますわ、どういう風に回るか。でまずはですね進撃の巨人からね紹介していきます。新劇のアトラクションなんですけども、ある場所が以前ねスペースファンタジーザガイドがあった場所なんですよね。だからエントランス入ってまっすぐ進んで左側にねあるんですよね。こんな風にでっかい巨人がこちらを覗いてるのがね目印なんですよね。そして中に入ったらですね、エレン、アルミン、ミカサがねいるんですよね。そしてここの進撃の巨人の待ち時間なんですけども、だいたい100分から200分ぐらいは推移してるってイメージなんですよね。だから以前鬼滅の刃行った方ならこの鬼滅の待ち時間のだいたい半分ぐらいなんですよね。そしてこちらのねその進撃のアトラクションなんですけども、まあ空いてる時はですね朝一か昼過ぎ、そしてまあ混んでる時はですね朝か夕方なんですよね。だからその水位的で言ったら最初でっかい山が来て、またちょっと落ちてきて、でまた山が来るって感じなんですよね。だからまあ進撃行くとしたらこの朝一か昼過ぎがいいと思うんですけども、僕的にはですね朝一に行くのがね一番ねおすすめなんですよね。っていうのも、もう朝一に行ったらもうそれこそね二桁台で塗ることもねあると思うんですよね、混んでる日でも。だからねさっき言った通りに公式オープン時間の前にねユニバに着いて朝一にね進撃行ったらね他のアトラクションでね比較的にね効率的にね回れるかなと思うんですよね。だから僕的には新劇朝一がいいと思うんですけども、まあ、朝に来なかったとしても、まあ、昼過ぎくらいをねちょっと狙うのがねおすすめかなと思いますね、これに関しては。そして次はですねあの帰ってきたセーラームーンのアトラクションのね攻略法ですねお伝えします。そしてセーラームーンのアトラクションですね、このエントランス入ってまっすぐ行って左側にあるこのシネマ 4D でねやってるんですよね。でここのシネマ 4D のアトラクションなんですけども、午前と午後によってアトラクションの内容変わるんですよね。でまあ午前がセーラームーンやって、午後からねあのハンターハンターやってるんでも、だいたい14時くらいから変わるってイメージですよね。でこのセーラームーンのアトラクションなんですけども、だいたい20分から60分ぐらいを推移してるってイメージなんですよね。だからこのセーラームーンのアトラクションに関しては他のそのユニバの常設のアトラクションより期間限定なのに空いてる可能性もねあるんですよね。というのもこのシネマ 4D のアトラクションって、まあ、その他のライド系と違って、まあ、一気に固まって入るんですよね、まあ、その分ね待ち時間ね結構少なくなってる傾向はあると思うんですけども、それでもねまた短い方と思うんですよね個人的には。だからまあセーラームーンのアトラクションに関しては、まあ、行きたい時に行っても全然ね大丈夫かなと思いますわ。でもね1個だけね、まあ、注意点あって、まあ、14時頃にねハンターハンターのアトラクションにね交代するんですけども、このねハンターハンターのアトラクションにね変わるね時間帯とかねしっかりとねチェックした方がねいいかなと思いますね。そしてもうねもうついでなんでこのままですね、まあ、ハンターハンターのアトラクションのね攻略をねお伝えするんですけども、まあ、大体ですねそのハンターハンターのアトラクションの待ち時間が、まあ、最近でしたら、まあ、混んでる日でしたら80分から180分ぐらいを推移してるってイメージなんですよね。だからまあハンターハンターに関したらセーラームーンよりは混んでるって感じなんですよね。でこのハンターハンターはその14時くらいから閉園時間までねやってるんですよね。でこれに関してもその時間帯とか見てても特にこの時間帯が空いてるとかで読めなかったんですよね。だからまあ言うとしたらハンターハンターのアトラクションはですね比較的に短い時間で行きたい方はですねそのセーラームーンからハンターハンターに変わる、ね、前にね行った方がいいかなと思いますね。だから今回ですね僕が考えた
クールジャパンのアトラクションも含めたアトラクションの効率的な回り方なんですけども、まずは朝一に新ケリネット人 XR ライド行って、まあ、その後にまあニンテンドーワールド行く人は行って、そしてまあ14時になる前にまあセーラームーンのアトラクションを行って、14時になる前にそのハンターハンターのアトラクションを並んで早めにね見た方がねいいかなと思いますね。でそれしたら他のアトラクションもですね比較的にね効率的にね回れるかなと思いますね。だからまあとにかく重要なのはまあ朝一に新劇の巨人行くことですかね。これはすごいね大事になってくるかなと思いますね。もう今ねその日曜日に来てるんですけども、今の時点で新劇が3時間待ちとかなんですよね。でこれね僕ね朝一来た時に30分待ちとかやったんで、まあ朝一進撃がすっごい鍵になってくるかなと思いますわ。そして次はですねコナンズエスケープとモンスターハンターのアトラクションのね攻略をねお伝えするんですけども、まあ、この2つのアトラクションって、まあ、チケット制なんですね。だから、まあ、体験できる時間帯が決まってるんですよ。だからまあ攻略法も何もないですけども、まあ、数点のね、その注意点とかね、お伝えしようかなと思ってます。このコナンザエスケープの会場なんですけども、エントランス入って、すぐ左側にあるステージ18でね、やってるんですよね。で、このコナンザエスケープの所要時間はですね、大体ね、まあ、120分ぐらいなんですね。その間ですね、お手洗いね、行くことはできないんですよ。だから、コナンザエスケープを体験する前にね、しっかりとね、まあ、そこら辺のね、管理はした方がいいかなと思いますね。そして次はですね、モンスターハンター XR オークを紹介したいんですけども、このモンスターハンターのアトラクションですね、このエントランス入って、まあ、さっきのシネマ 4D を左に曲がったところにですね、一応ね、モンスターハンターの会場はですね、あるんですよね。で、このモンハン XR オークもですね、一応ね、まあ、チケット制なんで、まあ、この時間帯に来なさいってね、指定はされてるんですけども、このモンハン XR オークに関する注意点はですね、このモンハンって、たまーに、メンテナンスとかでね、止まっちゃう可能性もね、あるんですよね。で、例えば、前のグループがメンテナンスで止まったら、自分たちが体験する時間からしてね、その分ね、遅くなっちゃう可能性もね、あるんですよね。だから、モンハン XR オークを体験する方はですね、比較的に早い時間で予約したら、このメンテナンストラブルにね、巻き込まれないと思いますわ。でも最近ですね、このメンテナンスで止まったってあんま聞かないんで、まあ大丈夫になってるかなと思うんですけども、まあ一応ですね、頭の片隅にね、入れておいてください。そしてこのモンハン XR オークのチケットの販売状況なんですけども、これに関したら、まあチケット取るの難しいですよね。うん。だから、僕的にはですね、コナンザエスケープより、このモンハン XR オークのチケットを取る方がね、断然ね、難しいと思うので、だからモンハン XR オークね、これからね、体験するよって方はですね、まあしっかりとね、まあ事前にね、チケット買っていった方がね、いいかなと思いますね。あと今ね、クールジャパン限定で、このユニバのパーク内を歩き回って、いろんなことを解決する、ウォークスルー型のアトラクションがですね、今ですね、2つね、あるんですよね。それもね、ちょっと紹介しますわ。まず1個目が、ハンターハンターのウォークスルー型のアトラクションなんですね。これが、ハンター協会からの特別ミッションで、1200円のね、冊子がね、売られてるんですよね。で、このハンター協会からね、特別ミッションはですね、一応ね、冊子をもらってね、体験することができるんですけども、この冊子はですね、一応ね、このクールジャパンの期間限定のグッズショップか、あとはユニバのパーク内の道にね、売ってるんですよね。で、このハンター協会からの特別ミッションなんですけども、なんとですね、この冊子を買ったら、いつでもね、体験することができるんですよ。だから、2日間かけてユニバに行く方はですね、まあ、前の日にこの冊子を買っておいて、次の日にね、体験することもできるんですよね。そしてもう一個ね、その大奥型のアトラクションで、コナンのミステリーチャレンジっていうのがね、あるんですよね。そしてそのコナンのミステリーチャレンジの冊子が配ってる場所がですね、このニューヨークエリアにあるこのスパイダーマンのこの隣のこのパレスシアターにね、一応ね、冊子が配られてるんですよね。そしてこのコナンのミステリーチャレンジなんですけども、まあ、ハンターハンターの方はですね、まあ、体験するために、まあ、1200円ね、かかったんですけども、こっちのミスチャレはですね、なんとね、無料でね、体験することができるんですよね。で、さっきのね、ハンターハンターとね、違うですね、このミスチャレはですね、一応時間指定があるんですよ。だからこの冊子をもらったら、その日にね、体験しないといけないんですよね。プラス、その影響で、配布枚数もあるんですよ。だから、配布終了ね、途中でなる可能性もあるんですよね。
だからこのコナンの虫捕り体験したかったけど、昼過ぎに行ったらやってなかったとかね、全然ねあるんですよね。だからねコナンの虫捕り体験したい方はですね、早めにですねこのね冊子ねもらった方がねいいかなと思いますね。そして次はですね、レストランの攻略方法ですね、お伝えするんですけども、このレストランの攻略方法ですっごい大事なのが昼ピークを避けることなんですよね。で、まあ、大体今のレストランのお昼のピークはですね11時半から13時半ぐらいなんで、それ以外の時間帯に行くことがすっごい大事なんですよ。だから今までレストランを取る方はですね、昼ピークより前に行くか昼ピーク後に行くかでだいぶとね変わってくるんですよね。そして今現在ですね、このユニバのエントランスから一番近いビバリーヒルズプランジェリーにね、一応ですね、まあユニバとクールジャパンのねコラボフードが売ってるんですよね。あともう一個新劇フードがですね、スタジオスターズレストランでもね売ってるんですよね。でここのビバリーヒルズプランジェリーですね、一応ですねセーラームーンのコラボフードとハンターハンターのコラボフードと、あとイースターフードが売ってるんですよね。だから今現在ですね、ここのビバリーヒルズブランジェリーが一番で、ね、混んでるねレストランなんですよ。だからここに行く方はですね、結構ですね、まあ、気をつけないといけないと思いますわ。で一応ですね、もう一個の、まあ、新的フードが売ってるスタジオスターズレストランもね一応ね混んでるんですよね。であと任天堂ワールドのキノピオカフェも混んでるんですよ。だからユニバのレストランで今の期間中に混んでる場所が、まずはビバリーヒルズブランジェリーとスタジオスターズレストランとキノピオカフェ、この3つはですね特に、ね、気をつけた方がいいと思いますわ。で特に、まあ、コラボとか興味ない方はですね、この3つのレストラン行くのがねおすすめですわ。皆さんこんにちは。今僕ねルイズニューヨーククリスバーにいるんですけど、僕の好きなねこのルイズのティラミス食べてますわ。こちらのティラミスは450円で売ってるんですよね。でこれ普通に甘くて美味しい、うん、しかも甘すぎないから、おそらく甘いの苦手な人でも食べれるねおすすめフードなんですね。まあちょっぴりね、まあいろいろいっぱい喋ったんでちょっと喉が疲れてるんで休憩してますわ今。優雅に、うん、うん、はい、じゃあね休憩ね終わりました。じゃあれごちそうさまでした。そして次はですねグッズショップをね紹介していきます。そしてこのクールジャパンのコラボのグッズが売ってるショップなんですけども、まずは 4D シネマの隣にあるこちらの 4D シネマストア、そしてユニバのエントランス入って右側にあるビバリーヒルズギフト、そして進撃の巨人 XR ライドの隣にあるスペースファンタジーステーション、このね3店舗でね一応ね売ってるんですよね。でこのねクールジャパンのコラボのグッズショップ自体ですね、まあ、初日こそは、まあ、6時間待ちとかあったんですけども、やっぱ日に経つにつれてちょっと人が少なくなって、まあ多くでも大体3、40分ぐらいで入れるようになってますよね。そして一応ねそのグッズショップに関したら混んでる時間帯が朝かそれか閉園前なんですよね。だからグッズを買うとしたら、まあ、昼くらいに行くのがいいと思うんですよね。でもこれに関しては、まあ、グッズ溶けちゃうので、まあ、ユニバでお土産買いたいけどもですね、一応ね昼くらいに行ったらね結構ね空いてる時間帯にね買うことができるんですよね。そして多分ねそのグッズをいっぱい買った状態でユニバを回ることってまあ大変なんですよ。でその時のために一応ねロッカーがあるんですけども、僕のねそのおすすめのロッカーね紹介しますわ。ロッカーですね、このエントランス入ってすぐね右側にあるロッカーなんですよね。ここのロッカーがおすすめですわ。ここのロッカーですね、一応ですねクールジャパンのコラボグッズが売ってるねショップとも近いですし、あとユニバ最大のショップのユニバーサルスタジオスタートもね近いんですよね。だからまあグッズをねたくさん買った中で、まあ、預けたい方はですねここのロッカーに預けるのおすすめです。あとここのロッカーではモバイルバッテリーのレンタルもね一応やってるんですよね。だからもし何かあって携帯の充電がなくなった場合ですね、ここでね一応ねレンタルすることができるんですよね。で僕的にはですねこの3つあるそのクールジャパンのコラボグッズが売ってるショップの中では 4D シネマのストアがね一番ねおすすめなんですよ。というのもここのストアがですね、まあ、全部のコラボグッズが一応売ってるんですよね。で他のショップはですね、まあ、ちまちましか売ってないんですよ。それこそまあ
スペースファンタジーステーションでは進撃グッズしか売ってないですし、ビバリーヒルズギルドではコナンとハンターハンターのグッズしか売ってないんですね。だからまあクールジャパンのコラボグッズを一気に見たい方はですね、この 4D シネマのストアに行くのがおすすめです。そして次はですね、この任天堂ワールドに関するね攻略方法をねお伝えしました。でまずこの任天堂ワールドに入るためですね、大きく分けて3パターンあるんですね。でまず1個目がフリー入場で入るパターン、そして整理券で入れるパターン、そして抽選券で入るパターンなんですね。でまあ順番的に言ったら、まずはフリー入場で、次は整理券配布になって、次は抽選券配布になるんですよね。でこの整理券と抽選券の違いなんですけども、まあ、整理券はですね、まあ、それを取ったら誰でも入ることができるんですけども、抽選券はですね、この券を取った人の中から何でもね選ばれるんですよ。だから抽選券を取った人も絶対に入るとは限らないんですよね。で僕はですね、まあ、整理券取ったんでね、早速ねこの任天堂ワールドね行ってきますわ。で僕ね今からですね、まあ、整理券でね、まあ、任天堂ワールドに行くんですけども、結構ねこの任天堂ワールドの入場に関したら結構ね細かいルールがあるんですよね。というのもですね、任天堂ワールドに整理券で抽選券に行く場合ですね、一回出たらね、もうね、中に入ることはできないんですよ、基本的には。だから、任天堂ワールドに2回以上行きたい方はですね、フリー入場でね、入れないといけないんですよね。だから、このユニバの目的が、任天堂ワールドの方ですね、フリー入場でね、ユニバにね、入った方がね、断然ね、いいかなと思いますね。で、このフリー入場から整理券にね、変わるタイミングって、まあ、日によってことなんですけども、まあ、朝早く行ったらね、大体ね、まあ、フリー入場で入れるんですよ。だから、任天堂ワールド目的の方ですね、まあ、朝はですね、まあ、任天堂ワールドに行くルートがね、おすすめかなと思いますね。そして、今からですね、この緑の地区の中ね、入っていきます。うわー、やってきましたよ。いつも通りのマリオの世界ですよね。まあ、今日はちょっと悪天候やわ。そしてここのね、任天堂ワールドなんですけども、一応ですね、そのパワーアップバンドっていうね、アイテムがね、売ってるんですね。で、それをつけたら、この任天堂ワールド内のね、アクティビティをね、楽しむことができるんですよ。で、僕的にはですね、このパワーアップバンドがあるかないかで、任天堂ワールドの楽しみがね、何倍もね、変わると思ってるんですよね。で、一応ですね、このパワーアップバンドはいろんなところで売ってるんですけども、一応ですね、まあ、任天堂ワールドで、続く道でもですね、一応パワーアップバンドのカートがあるんですけども、あそこのカートって結構ね、混みやすいんですよ。だから、パワーアップバンドを買うとしたら、この任天堂ワールド内のね、カートで買った方が、圧倒的にね、早く買うことができますわ。いや、でもほんまにね、このパワーアップバンドがあるかないかで、もう任天堂ワールドの良さね、だいぶとね、変わりますからね。いやー、でもそろそろ、豆ちゃんのアクティビティ行きたいわ。はい、じゃあね、今日はですね、まあ、春のユニバの恒例動画ね、撮っていきました。ですけど、一応今回紹介したいけども、まあ、今月はですね、まあ、全然ね、変わってくる可能性もね、あると思うんですね。だから、この思いでいいですね、またね、これからもですね、またユニバの混雑状況の動画とか、あとはユニバのね、攻略動画ね、どんどんね、更新しようかなと思ってるんでね、ぜひね、またね、待っててください。以上、ヤマカラでした。はい、じゃあね、これからもね、いろんな動画上げていくと思うんで、ぜひね、チャンネル、グッドボタンも忘れなきゃ。だけで、バーイ。